ことは54分で終わればいいの。うん、はい、54分で終わればいい。はい、うん、もしかしてこれで、あ、音が CM は入らない。 CM は入らないです。え、何、あ、オッケーオッケー、あ、ごめんなさい、もう一回やります。時刻は午後1時を回りました。おいしいお昼ご飯お召し上がりになりましたか？今週も始まりましたマリリン宜野湾通信の時間です。私はパーソナリティの高田翔子です。この番組は宜野湾市大山にある宜野湾マリン支援センター、通称マリリン宜野湾のホットな情報を皆様にお届けする番組です。宜野湾のダイビング情報、マリンスポーツ情報、マリン用品のセール情報、施設内レストランピッピのご飯のお得な情報もご案内していきますので、楽しみにお聞きください。それでは今日も安定のこの人と一緒にお届けしたいと思います。はい、マリリン宜野湾の田中陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、メッセージの方募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。はい、はい、ということで、はい、いよいよ5月に入りました。5月1日月曜日、はい、平日ではありますが、はい、まあゴールデンウィーク真っ只中と、そうですね、お休みの方もね、多分多いですね、うん、そうですね、はい、なのでこのラジオも、はい、普段と違う環境で聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないし、はい、旅行中の車の中で聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないですね、はい、はいはい、というわけで、いつもと違う環境で聞いてる方、うん、パソコンで聞いてる、聞いてくださっている方は、FM ギノワンのホームページにサイマル放送の再生ボタンがありますので聞いてみてください、はい、そして、いつもと違ってお出かけしてるよという方はスマートフォンで聞いてください。無料アプリのリッスンラジオというのがありますので、ダウンロードをしていただいて、全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM 宜野湾を選曲して聞いてください、はい、そして、ツイートも募集していますってことなんですが、はい、ゴールデンウィークは、マリン支援センターさん大忙し、はい、そうですね、ということで、はい、おかげさまで申し訳ありません。5月1日じゃない日に実は収録をしておりますので、はい、放送中でございます、はい、すいませんが、はい、今日は、クイックレスポンスはちょっとできませんので、はい、ごめんなさい、はい、ということで、はい、5月1日いよいよゴールデンウィークを迎えまして、はい、きっとさ、はい、県外からもさ、うん、海や沖縄を目指して、はい、わんさかとねえ、皆さん、うん、本当ゴールデンウィークね、いいですよね。お越しいただきまして本当にありがとうございま す, います。沖縄にね、いつも来てくださる方も、うん、本当にね、はい、毎年毎年いらっしゃるん で、ね、はいはい、私たちは、まああのまあ、商売柄といいますか、はい、人が休んでる時は働かないといけないという、ね、そうですね、長らく9連休とか、長らくというか今まで飼って9連休とかしたことないなっていうね。そんなん言ってたらもう人生ずっと休んどけとか言われるよ、はい、あ、まあね、働かないとね、やっていけないからね、はい、はい、ということで、はい、私たちは働いておりますが、はい、皆様には存分に沖縄をお楽しみいただきたいと思います、はい、いい天気なのかな。いい天気でしょう、ね、ゴールデンウィーク全部いい天気ということでお話し進めますか、はい、はい、そうですね、はい、はい、ということで、うん、今日はゴールデンウィーク真っ只中、沖縄の海のお話などをお届けしたいと思いますが、はい、皆さん沖縄に来てくださっているということで、はい、沖縄のアーティストのね、うん、曲をお届けして番組スタートしたいと思いますが、はい、陽子さん今日は何を。はい、沖縄から、ね、出ましたオレンジレンジ、ロコローションです。そうだ、これだった。
海っぽいね。プロジェクトが。オッケー。じゃあ半額、半額案内。半額です。半額、半額、半額案内。半額です。いいですね。講習もそうだ。講習も。私なんか魚の見分け方っていうあのアドバンスを取ったけどもう忘れたな。魚の見分け方っていうアドバンスもあるの？アドバンスの一つの項目の中に魚を見分けるっていう。じゃあ本当にさ、うん、パリでしょ？うん。本当パリってさ。うん、そういうことするよね。お金取るってこと。いち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 魚なんか見たやん、自分で図鑑見て、それをなんか自分で絵を描いて、で上がってきてから何かの魚とかをこの見分けるなんかヒレを見なさいとか、うんうん、尻尾の形を見なさいとか、うん、これ何か、これはここ何かっぽく見えるけど実は何かみたいな、なんかもうすぐ忘れる。そうなの。すぐ忘れる。パディはすぐそパディで取らん方がいいですよ。すぐそういうことする。世界行ける、世界、まあね、パリはね、何でも教材もすぐ買わせるし、ね、お金取ってなんぼのね。あと20秒です。はい、ロコローションにぎやかにお届けいたしまして、はい、夏だねって感じで、うんうん、じゃあいよいよその夏の沖縄の海についてお話をしてみたいと思うんですが、はい、沖縄の海はね、沖縄の人はよくご存知だと思いますけど、うん、割と遠浅な感じなので、はいはい、あのシュノーケルとかでもたくさんお魚を ね見ることができますよ ね、うん、なので観光客の方でダイビングの予約してなかったっていうような方も、はい、シュノーケルの機材だけねちょっとレンタルできるような店を探してもらって、はい、シュノーケルしていただくこともできるし、はい、まあなんといってもね、はい、沖縄の人がダイビングしないでしょ。ねえ、だからあんまり聞かないから海にも入らないでしょ。そう、私たちはだからギノワマリンセンターとしては、うん、シマンチュダイバーを増やそうというそれよことをね、うん、今ちょっと去年ぐらいから近いてまして、うんうん、まあのね、県外からもちろん来てくださるお客様多いんですけど、うんうんうん、あのちょこちょこですね、やっぱ沖縄に住んでて、うん、あのはい、ダイビングやりたいという方も増えてきているので、うんうんうん、まあちょっと宣伝しちゃっていいですか。いいですよ、いきなり宣伝なんですね。いきなり宣伝しちゃって、はい、どうぞどうぞってあれなんですけど、うん、あのシマンチュダイバーの方、この沖縄に在住で、うん、まあ、ダイビングのライセンスを取りたい方は、うん、今私たち半額でライセンス取得ができる。おお、それはシマンチュということで、うん、内南中の方もいいし、うん、県外出身じゃなくても住んでればいいんですか。そうです、沖縄に在住であれば。めぐみちゃん、めぐみちゃん、はい、今あの PA やってもらってるめぐみちゃんも、はい、ダイビングやったことないって言ってるのでね、ぜひこんなに今年はね近くにあって引き継ぎ込もうかな、うん、半額でね
ね、いいですよ、はい、そう。あ、で半額にすると一体いくらぐらいなんですか。通常6万8千かかるんですけど、うんうんうん、それが3万4千。すごいね。それでダイバーになれるんだ、はい、ダイバーに3日間でなれます。3日間でダイバーになれるんだ、はい、素晴らしいね、はい、OK。 じゃあさ、うん、そのダイバーになりたいと思うように、うん、ちょっとあの海の中をね、ね、私初心者ダイバーだけど、うん、じゃあ翔子さんに教えてもらいながら、いやいや海の中をね、うん、あのこんなだから見に来ないということで、ね、お誘いをしてみたいんですが、はい、うん、海って上から見てもわからないけれど、はい、中に入るとものすごくこう賑やかじゃないですか、はい、上から見たら青って感じだけどね、そうですね、うんうんうん、特にこの浅瀬のね、サンゴ礁のいっぱいあるようなところっていうのはものすごく賑やかで、陽子、うん、ちゃん的にはどんなお魚が好きですか。私はですね、うん、結構地味なんですけど、うん、海牛ってわかります。海牛超かわいい。これね、うん、これはね本当にダイビングしないと見れない、うんうん、あの生物というか魚じゃないんですよね。これってさ、うん、シュノーケルで見るのはちょっときついかもしれないね。きついんですよ。だからこれはぜひね、じーっと見ないといけないからね。そうなんです、うんうん、なんかね、シュノーケルだとやっぱお魚、綺麗な魚が、カラフルなお魚見れるだけで、うん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 、もうそれだけ楽しいじゃないですか、うん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 、でもダイビングで、まあ、潜ると、うん、この海牛っていうのは、うん、あの岩とかにね、うん、ペタってナメクジちゃんみたいな感じでね、そう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 、ペタってひっついてるんですよ。あの今ね、何も話だけ聞いた人が、うん、そんなにじっとしてるナメクジがそんなに面白いんかって思われると思うんですけど、はい、このね、ウミウシっていうのは、うん、ものすごくカラフルなんですね。ね、海の中にいるウミウシくんっていうのは、うん、あの種類もものすごくたくさんの種類がいて、ね、はい、あ、概ねカラフルですよね。カラフルです。なんかね、うん、白と紫と黄色とか、はい、そういうね、うん、どうしたんっていうような組み合わせのオレンジと黒とか、うんうん、なんか地上にあの色の組み合わせないよねっていうね、うんうんうん、よくその自然界でその組み合わせしはったねっていうような、うん組み合わせの人たちがね、人たちじゃね、うん、の海牛さんたちがね、なんかね、なんか可愛いんですよ。なんかネットで見てみてください。ちょっと海牛で検索してみてください、うんうん、もし。すっごくたくさんの海牛の画像が上がると思いますが、うん、あの形は、まあ、ナメクジとはもちろん似ていますけれど、はい、すごくカラフルだったり、うん、模様がね、うん、しましまだったり、うん、水玉だったり、水玉点々ね、うん、もう可愛いよね、うん。で時々ですけど、はい、泳いでます。え、時々泳いでます。泳いでます、うん、クリオネってわかりますか、うん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 、海牛のそのナメクジ的なこのヒレみたいなところを、はいはい、ペロ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 ってさせながら、時々泳いでます。もうその姿たるやね、かわいい、超かわいい。へえ。それをまあ、うん、発見してじーっと見るためにはやっぱりちょっと息継ぎしながらでは難しかったりするので、そうですね、うん、で初心者ダイバーだとどうしても魚見ちゃうんですけど、うんうんうん、だんだんこう慣れてくると、うんうん、こう岩場をこう覗いてみたりとか、うんうんうん、ちょっと隙間、うん、この下の方からこう、うんうん、覗いてみたりとか、ね、見上げてみたりとかするといたりすると発見したっていうこのなんていうかな、喜びね、喜び、見つけた感ね、見つけた感、うんうん、みんなでうん、来て来て来てって言って、そうそうそう、見えてるものを見るんじゃなくて、うん、ちょっと発見した感そうあるね、うん、で例えば岩の下とか覗いた時に、うん、ちょっとタコの吸盤見えてるみたいなタコいたとかね、そうそう、やっぱりタコとかが食卓でないところで見れるっていうのは、うん、ちょっと嬉しいですよね。でよちょっとね、やっぱインストラクターさんとかは分かってるんで、うんうんうん、なんかちょっと暗い、まあ、洞窟まで行かないんですけど、うん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 、岩場とかに連れて行ってくれて、うん、パッて電気を懐中電灯パッて当てると魚がブワーって動いたりとか、ね、キラキラキラって感じで動いたりとか、うんうんうん、なのでちょっとまあシュノーケルではちょっと味わえない、うんうんうん、楽しさも一応ダイビング潜ったらあるかなっていうので、そうですね、ぜひおすすめはしてるんですけども、あと、うん、よくサンゴ礁のポスターとかになっている、はい、すごく可愛いブルーのお魚、うん、ちっちゃいお魚が、はい、たくさんいるのとか、あーちっちゃい、かわいい、もうね、うん、かわいいですね。あれなんていう名前か知ってます？あれスズメリダイ、スズメダイなんですけど、あのブルーのやつは、うん、なんでか知らないけど、うん、デバスズメダイみたいな、デバスズメ、デバとかついちゃったりとかしたりとかするんですよね、うんうん、黄色いやつが、黄色いのは尻尾が黄色いやつ、うん、全体的にブルーで、うん、薄いブルーの人と濃いブルーの人といるでしょう、うん、濃いあの真っ青っていうか、うんうんうん、濃い人が、ね、多分ルリスズメダイだったり、うんうんうん、で、デバスズメダイだったりいろんな名前があるんですが、うん、尻尾が黄色い人いるでしょう、うんうん、いますね、ね、シリキルリスズメダイみたいな、うん、要はあの
ルリスズメとか、あの類の人たちですよね、うんうん、なんかスズメダイね、いろいろ種類があるらしいんですけどね、うんうん、ブルーのね、うん、で、あの南洋ハギっていう、うん、胴体の真ん中にボンってあって、尻尾が黄色い、はいはいはい、いかにも南国っぽいカラーの、うんうんうん、はい、私一番初めに沖縄に来た頃、海の中でこの人によく会うんですけど、はい、スーパーにこの人が売られているのを見て食べれるんやこの南洋ハギさんがですよ、え、食べれるんだ、食べれるんだと思います、ベタってなんかスーパーに売られていて、まあ確かに美味しそうな色じゃないけどね、倒れるほどびっくりしましたね、ね、食べるんやと思って、うん、で、まあ定番の熊の実ちゃん、熊の実ちゃんはねやっぱり皆さん観光客の方も、うんうんうん、もう一番人気で、そうですね、はい、で熊の実さんは、うん、イソギンチャクの中に住んでらっしゃいますね、はい、あの他から身を守るために共生といって、うん、はい、あのイソギンチャク触ったらビリビリってしたりとかして、うん、あの他の人はダメなんですけど、はい、熊の実さんは OK, OK ということで、隠れてはるからね、隠れてね、隠れ熊の実さんなんかは共生していらっしゃいますけれども、はい、熊の実って多分その守られてるからだと思いますけど、うん、すごい態度でかいの知ってました？なんか凶暴らしいですねこんな可愛い顔して結構凶暴ですよね、うん、なんかうん聞きました、うん、だから例えばそのちっちゃいクマノミの赤ちゃんなんかがいるときに、うん、うわーかわいいと思って下手に近づくと、うん、手袋の先っちょとか噛んできたりとか、うん、結構しますよね、ね、だからなんか落ち着いて暮らしてはるのに申し訳ないんですけど、うん、ちょっとちょっかいかけてみたりすると、うん、遊んでもらえたりとかして、ね、うん、いやあんまやったらダメですよ、やったらダメですけど、やったらダメですね、やったらダメですけど、うん、まあ熊の実ちゃんも割と性格的に面白い、そうで私もなんかあの写真を、うん、まあちょっと慣れてきて撮ると、うんうん、自分でこういろんな魚の写真撮ったりするんですけど、うん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 、熊の実ってやっぱりこうよくポスターとかなってるのって、うん、まあ横向きだったりじゃないですか、うんうんうん、正面真正面から熊の実、まあ可愛いですよね、可愛いんですよ、ボケててね、なんかボケてるポワーンっていうこのポワーン顔でしょ、そうで、それを真正面から撮れた時の喜び、うん、このブサイク顔撮れたっていうあれはねちょっとねポワーン顔ね、ポワーン顔かわいいね、正面結構難しいんですよ、そうですね、正面から撮る 横面は割とよくね、そうそうそう、ありますけど正面顔難しいですね、うん、そうなんです、はい、あと、うん、ミノカサゴわかります？いっぱいなんかビヤーって出てるやつ、ブワーってなってるの、うんうん、あれもさすごく見た気がしない、うん、見た気がする、見てると思う、ね、うん、ミノカサゴあんなに激しい、皆さんなんて言ったらいいのかな、体の周りにヒレのようなものがブワーってヒレ、うん、あれ何で多分ね触ると痛いんですよ、触ると痛いというかトゲしてるというか、うん、毒があるというか、触っちゃダメなんですけど、うん、カサゴ系はね結構毒を持ってるんですけど、うん、すごくピラピラしていて、うん、目立つんですよね、はい、で目立つんですけど、この多分その熊の実と一緒で、うん、トゲトゲがあってみんな近寄らないの分かってるから、うん、結構動きが遅くて、はい、態度がでかいで基本態度でかいの好き、態度がでかいので見やすいんですよ、素人は割と、まあまあそうね、ね、ピュッて逃げていったりしなくて、うん、じーっとしてたりするので、はい、態度がでかい、確かに、でなんかその普段見るような普通のシュッとしたお魚じゃないので、うん、ものすごく見た気がする、見たっていう気がする、なんかやっぱり、うん、何回も潜ると、うん、初めはそのやっぱりカラフルな魚とかに目を奪われて、うんうんうん、あ綺麗と思うんですけど、うん、だんだんなんか変な顔してるやつとか大物、うんうんうん、でかい舞台的な、うんうんうん、でっかいやつがもうそーっと泳いでるのとか、うんうんうん、ああいうの見るとテンション上がりますね、上がりますね、うん、あとウツボのでっかいやつが、あーウツボ怖い、怖いウツボが顔だけちょっと覗かしてるとかで、うわこの人体全体出てきたらどんなに大きいんだろうっていうような、ね、この顔ね、ウツボさんをちょっと岩の間から発見してみたりとか、海蛇ね、海蛇ね、海蛇はさ、うん、すごくいっぱいいるじゃないですか、うんうん、すごくいっぱいいて、うん、私たちはめっちゃ怖い、私はすごく怖いんですけど、はい、でもみんなダイバーの人が言うには、うん、口がめっちゃちっちゃいと、だからどうやってあれが噛むんや、ウツボってパカッて口開けるでしょ、うん、開ける怖い、カーッて開けるけど、うん、海蛇は口ちっちゃいんですよ、うん、だから噛もうと思っても、うん、絶対噛めないと思うので、うん、全然怖くないってみんな言うんですけど、うん、まあスタイルが怖いよね、蛇だからね、なんかもう蛇とか爬虫類苦手な人は、うん、うねうね感、うんうん、くねくね感が海を泳いでるとわ
わーってなるけどね。言ってもヘビだからね。まあね、うん、でもまあまあ、ウミヘビに噛まれましたっていうのはあんまり聞いたことがないので。そうですね、噛まないんだろうとは思いますけどね、うん、まあ捕まえれないしね。捕まえれないしね。海の生き物捕まえようなんて100年早いわっていう、ね、そう触れないし、ね、感じですね。はい、そうなんです。だからゴーグルしてるとすごく近くに見えて、うんうん、なんか触れそうな気がするんですよね、うん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 、だけど全然触れないんですよね。やっぱこの無理ですね。遠近法なんですかね、はいはい、そうですね、うん、あと前田岬のあたりにたくさんいるんですが、あ、黄色いやつですよね。黄色、白と黄色いやつじゃないですか。白と黄色、私なんかそれに囲まれた写真がありますよ。六線っぽいやつ。六線っぽいやつ。六線っぽいやつ、うん、青い子もいますね。青い子とか黄色い子。あと、うん、この頃全然いなくなったんですけど、20年ぐらい前にはツバメウオがものすごくたくさんいました。へー。ツバメウオの大群が前田岬にいたんですけど、はい、この頃全然見なくなってしまって、まあ、観光客が増えたからなのか、うんうん、まあ、何か変化が起こったんですよね。ね、ツバメウオの形想像できます。わかんない。ツバメウオってどんなんだろう。なんかね、うん、すごくこれもね、うん、南国というか、はい、見たなっていう気がする。平べったくて、はい、色はすごく地味なんですけど、写真見たらわかると思うんですけどね。地味地味。なんか今ねちょっとネットで調べようかと思ったんですけど、うん、すごく地味なんですけど、色的にはペタッとして割と大きいんですよ、サイズが。はいはいはい。サイズが、はい、うちわの大きいのぐらい、うちわよりも二回りぐらい大きいかな、はい、ぺったりしていて、うんうん、ですごく大きくてゆったり泳いでいて、はい、でこの人一人や二人ではなくて割と大群で泳いでらっしゃるので、はい、見た気がします。うん、で面白いのは、はい、この人子供の時と大人の時と形が随分変わるんですよ。あ、そうなんですね。うん、幼魚の時と、うん、大人になった時と、うん、すごく形が変わるので、はい、それも面白い。へー、うん、なんかね、割とお魚の時って、うん、赤ちゃんの時の形と、うん、大人の時の形と、うん、全然違うお魚も多くて、別の種類かなと思ってたら、うん、これの幼魚だったり。なんかやっぱその生物ってありますもんね、うん、そうなんか、うん、へー、すっごく面白いですね。こう潜ってるとだんだん魚ってね、うん、覚えるもんなんですよね。そうですね、うん、シュノーケルでまずは海を楽しんでいただいて、うん、はい、うわー楽しいと思っていただいて、うん、この滞在期間が長くなりたいとか、そうですね、あとでシュノーケルだと潜れる深さがね、うん、知れてるじゃないですか。あと体験ダイビングとかも一回してもらえるとね、うんうん、そうですね、うん、なんか体験ダイビングしてもらったりしながら徐々にこのダイバーへ移行していただいたらね、めぐみちゃんね、はい、っていうことで、はい、うん、散々海の魅力というか生物についてお話ししたんですが、はい、最後にもう一回、うん、島ダイバーに向けて、はい、ね、アピールしておきますか、はい、島ダイバーになってちょうだいを。そうですね、先ほどの魚を皆さんで見たいなという方は、はい、ぜひ宜野湾マリン支援センター、うん、098-942-2200、うん、098-942-2200まで2200。じゃもう一回 098-942-2200、はい、までご予約いただければ、島内ダイバーさんは半額でライセンス取得できますので。おいくらですか。34,000。34,000で3日、はい、3日間あれば取れます。これ連続じゃなくてもいいんですよね。連続じゃなくていいので、スケジュールに合わせてお仕事帰りとかお休みの日に取れますので、うん、土日と、はい、あともう次の土日とかでもいい。そうですね、うんうん、なので沖縄在住の方ってことなので、うんうん、一旦説明会毎日開催してますので、うんうん、一旦どういう形でやりたいっていうのでご相談しに来ていただければ、うんうん、対応させていただきますので、うんうん、この夏のスケジュールを一緒に考えて、はい、素晴らしいね、はい、もうじゃあ沖縄いよいよ夏なので、はい、海にはバーベキューでしか行ったことがないという四万十の方々、はい、うん、ぜひ今年は一緒にダイビングをしませんか、はい、ということですね。はい、楽しみだね。ね、今撮ると一番バッチリですね。そうですね、5月撮ってもらってちょっと練習してからもう夏本番、うわ、もう行きたい放題どこでもですね、うん、はい、はい、ということで、今日は四万十ダイバーについて、はい、ダイバーを増やそうの会についてお話をさせていただきました、はい、これからもまたね、うん、夏のお話どんどんしていきたいと思いますので、はい、今日は時間となりましたのはこの辺でお別れです、はい、また来週このお時間にお耳にかかりましょう。それでは今日はこの辺でさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。
そういう次の週ももしかして音楽とか行けなかった。そう、8日が私行けないです。